自治省消防庁の昭和56年秋の叙勲伝達式が11月13日真相なった日本消防会館日照ホールで開かれました。今回晴れの叙勲を受けたのは勲四等旭日小綬章、勲四等瑞宝章をはじめ勲七等瑞宝章までの359名の方々です。皆さんこんにちは。おめでとう。おめでとう。100回200回連発しても叙勲伝達の後、勲四等旭日小綬章に輝いた赤井次郎氏がこれを機会に社会福祉の向上と地域の安全確保のため一層努力する所存ですと力強く謝辞を述べその幕を閉じました。